デビット・マイケル・ベルはアメリカ合衆国をイオ州シンシナティ出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。2019年シーズンより MLB のシンシナティレッツで監督を務める。父親は1972年から1989年にテキサス・レンジャーズ等でプレーしたバリィ・ベル。祖父のガス・ベル、弟のマイク・ベルもメジャーリーグでプレーした。 1990年の MLB ドラフト7巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名を受け、プロ入り。1995年にメジャーデビューし、同年途中にセントルイス・カージナルスへ移籍。レギュラーに定着した1998年は、カージナルス、インディアンス、シアトル・マリナーズの3球団でプレー。インディアンス復帰直後の同年4月15日には、 ジェイコブスフィールド会場以来初のランニング本類打を記録している。2001年にはシーズン最多記録体となる116勝を挙げたマリナーズの地区優勝に貢献。また、同年のオールスターファン投票の途中経過の際、この年限りで引退を表明していたカルリップ県を抜いて三塁手部門のトップに立ってしまい、物議を醸した。2002年にデシーレラフォードとのトレードで、 サンフランシスコジャイアンツへ移籍し、ワールドシリーズ進出に貢献。2003年からは、フィラデルフィアフィリーズでプレー。2004年6月28日には、サイクルヒットを記録し、史上初のソフト孫が、サイクルヒットの快挙を達成。2006年に引退を表明した。引退後は、2009年から3年間、シンシナティレッズ参加の AA 級カロライナマドキャッツ。 2012年はトリプル A 級ルイビルバッツで監督を歴任した。2013年にはシカゴカブスで三塁コーチを務め、2014年からはカージナルスに移った。2017年シーズン終了後にジャイアンツの育成副部長へ就任した。2019年シーズンからはレッツの監督に就任する。ありがとうございます。